アフリカ文学は文学におけるカテゴリーの一つでアフリカ発祥の文学である。アフリカ文学と一くくりにするのは難しいほどアフリカ大陸は大きく、また文化も多様である。そのため一般的にアフリカの文学といった場合にはサハライナンの作家と作品を指しアラブ地帯の作品は含めないのが普通である。各地の民族語に加えてアラビア語、英語、フランス語。 ポルトガル語などの作品が存在する。ことに1950年代以降は、英語で各作家たちの活躍が目覚ましく、植民地時代を経て激動する政治背景を描いた良質の作品が数多く生み出されている。文字によるブラックアフリカの文学は、ヨーロッパ由来の言語による文学以前にもハウサ小王国のカノ年代記のようなアラビア語文学が存在した。また、 アラビア文字によって書かれたバンバラ語、ウォロフ語、フルフルデ語などによるイスラーム文学やラテン文字によって書かれた交差語によるキリスト教文学が存在した。一方、ヨーロッパ由来の言語によってアフリカ人に書かれた最初期の作品としてはオラウダイクイアーノのアフリカ人イクイアーノの生涯の興味深い物語の名が挙げられ、現代のアフリカ文学は大きな影響を イクイアーノから受けている。南アフリカ共和国やナイジェリアのような自国内での出版産業が成立し、文学市場が存在するごく一部の国を除いて、基本的にアフリカ諸国では自国内での文学の出版、消費が薄いため、現在もアフリカ文学はパリやロンドンやニューヨークの出版社からヨーロッパ諸言語で出版され、北側先進国の人間を 主な市場としている。また、植民地時代と比較すれば、アフリカ諸国の識字率は向上したとはいえ、未だに言語の壁は厚く、1950年代から60年代にかけてフランス語で創作したセネガルのセンベイヌースマンは、自国の人たちに理解してもらうにはフランス語では限界があると考えて、1970年代には映画監督に転身するという事件もあった。 ケニアのグギはジオン語は、このようなヨーロッパの言語で書かれるアフリカ文学を批判し、精神の非植民地化を図るために、自らの母語である、ギクユ語のみでの創作活動を行うことを宣言した。グギの姿勢は、アフリカの知識人に影響を与え、スワヒリ語、ウォロフ語、ショナ語、バンバラ語、リンガラ語、ハウサ語、ヨルバ語、コウサ語などによる文学活動も、 多くの困難を抱えながらも徐々に実践され、始めている。アフリカ文学に関連するノーベル文学賞受賞者は、ボーレ、ショインカ、ナギーブマフフーズ、ナディンゴーディマー、1991年、JM クッツェ、2003年、ドリスレッシングの5名。国名、青年順で並べた。アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、カメルーンガーナ。 ギニアギニアビサウケニアコートジボワールコンゴ共和国コンゴ民主共和国ジンバブエスーダンセネガルソマリアタンザニアチャドチュニジア中央アフリカ共和国ナイジェリアナミビアニジェールボツワナマリ南アフリカモザンビークモロッコルワンダありがとうございます